それではただいまより、年越しプロレスの会見を始めさせていただきます。まずですね、今年はですね、今ね、3団体でやってきたんですけれども、3団体の選手が参加してた、はい、はい、全日本プロレスさんとレスルワンさんにも選手が出ていただいて、はい、参加いただくようになりまして、はい、5団体の選手が参加しての、はい、シャッフルタッグトーナメントを行うことになりました。そうなりますね、はい、はい、ルールに関してはですね、基本去年と同じでございます。1回戦が10分1本勝負、時間切れの場合はワンカウントコールによる延長戦が、始まります。そしてトーナメントの2回戦も10分1本勝負、時間切れの場合はワンカウントコールで、延長戦、その時点で、抽選を行いまして、トーナメントの準決勝の組み合わせが決まりまして、準決勝は15分の1本勝負、時間切れの場合はワンカウントコールルールによる延長戦、そしてトーナメント決勝戦のみ時間無制限1本勝負で、行うと、はい、いうことで、全16チーム、そうなりますね、32名という、はい、はい、はい、ということになります、はい、今からですね、選手さんから会見を行いますが、ちょっと残念ながら、うん、欠席に、する選手がおります、はい、まずですね、レスルワンのカズ林選手所用による欠席ということになっております。そしてうちの選手としましては、まず入江茂弘も所要により欠席、男色 D のが、ちょっと今日神戸で試合がありまして、残念ながら欠席、あとジョイライアンなんですけども、まだちょっと来日してないので欠席ですね、あと高木社長なんですけども、本来だったら今日は台湾からですね、これに間に合うように、トランスアジア航空で帰ってきてるはずだったんですが、ちょっとトランスアジアさんがですね、なぜか今日から営業停止ということで、営業停止じゃなくて倒産、倒産ではなくて今のところまだ営業停止、営業停止による今日以降の全便が運航が欠航ということになってまして、倒産する会社の飛行機会社に結構って大社長は返すってこと、いやいや、そういう、まあ、倒産も視野に入れた営業停止だとは思うんですけど、でもだいぶ多いですね、決なんですかね、こう団体さんの中で、まあ、社長も含めて、すいません、申し訳ございません、会見の場に来ないから残念ですね、はい、偉い方、すいませんです。まあまあ、ちなみに大日本プロレスさんは全員参加という、まあ、小塚が欠席です。小塚さん、はい、倒産を視野に入れてます、はい、小塚さんが倒産を、あ、そうです、倒産、小塚さん自身が個人破産を視野に入れた倒産です、はい、自己破産、自己破産です、はい、自己破産まだしてない、まだしてないです、年金もらうまでしないです、とっくにしてるもんだと思ってましたけど、年金もらうまでは自己破産できない、ちゃんと小塚の時点でしてるもんだと思ってましたけど、これも小塚の時点で、あ、そうなんですね、すいません、はい、ということで小塚はちょっとお願いします、小塚さんが自己破産で欠席でございます、申し訳ございません、倒産です、倒産、はい、はい、それではですね、じゃあ、選手に早速出てきていただきましょうか、はい、じゃあ、シンドリングような呼び込んでいただけたらと思います、お願いします、はい、トーナメント A ブロック1回戦、橋本大地、坂口幸雄組対バーモン州、バーモン K 組、トーナメント B ブロック1回戦、野村直也、岩崎浩喜組対マシモケンゴ、入江茂弘組、トーナメント C ブロック1回戦、小高勇、宮本優子組対グレート小鹿、ジョイライアン組、死んじゃったのかな、今日がお葬式でジョイライアンもいない、トーナメント D ブロック1回戦、吉田綾と野村拓也組対岡林雄二、黒潮イケメン二郎組、それではまずチームごとにトーナメントへの意気込みをお願いいたします。
はい、代表の橋本大地です。今大会からもうその年越しプロレス、僕は代表入ったことによって初出場なんですけども、こんないろんな選手とまず、田口さんと組めるのと、こんないろんな選手とやれるのをものすごい楽しみにしています。このトーナメント必ず勝ちたいと思うのでよろしくお願いします。DDT プロレスリングの坂口由紀です。今年も忙しく出場できて、ありがたいと思ってますし、また何かといろいろある因縁があるバラボン兄弟選手と試合ができるのを兄弟選手すいません楽しみにしてよろしくお願いします。では続きましてバラモン兄弟お願いいたします。バラモン兄弟選手です。俺たちの1回戦の対戦相手はよ、もう1個貸して。おう、どっちもお父さんがプロレスラーの、レスラーなんだよ。こっちのお父さんは橋本真也で、おう、こっちのお父さんは坂口誠一。あ、立派なお父さんだ。立派だね。おい、俺たちのお父さんは、俺たちのお父さんは佐藤秀夫。おお、すっげー、してるよ、すっげー。でも俺たちの親父の遺伝子もすっげーんだぞ。そう、すっげーんだよ。どっちでもねえんだよ。俺のお父さんは晩年の浜のメリーさんを飼おうとしてしおれたおっぱいを見て逃げ出しました。あ、すっげえ遺伝子だよ。なあ、俺のお父さんは、なあ、俺たちのお父さんは毎日2升飲んで最後は脳みそが真っ黒になって何にもできないでうんち漏らして死んじゃったんだぜ。俺たちのお父さんの遺伝子ってすげえよ。おい、死ぬ前なんてさ、足元に穴があるからお前ら気をつけろって言ってたよ。おい、絶対地獄の門が開いてるぜ。おい、すっげえ才能だよ。おい、取られた。すいません、一個言わせてました。はい、一個。そういえば、はい、今大会組む橋本大地選手、はい、同じ2世らしいんですけど、同じクリにしてもらいたくもないと思うし、お前が歩いてきた道はな、20年前に俺はもうとっくに歩いてるんだよ。よく覚えておけ。ちょっと仲良くしないよ。タッグチームは仲良くないとダメだよ。まあでもいろいろ2世も大変あるんだ、ね、2世も大変だね。でもお父さん立派だよ、あなたは。俺たちのお父さんの遺伝子とそっちのお父さんの遺伝子どっちがすげえか、俺たちのお父さんの DNA がすげえってことを証明してやるよな。証明するよ。ここにいるトーナメント出てる全員俺たちがぶっ飛ばしてやるよ。ぶっ飛ばすよ。ここにトーナメント出てる奴ら、お前らな、死んで地獄に落ちて今度生まれ変わったらウジ虫になるぞ。仲良くしてね。はい、ここ誰に出したいの。どうぞ。はい、全日本プロレスの野村信恵です。まあこの年越しプロレス初出場なんですけど、まあタッグパートナーである岩崎選手と、まあ、若い力を爆発させて、優勝を目指します。以上です。DNA の岩崎浩輝です。野村選手とは会うのも初めてなんですけど、今日からコミュニケーションを図ってチーム力を上げて1回戦の相手は強敵ですけど全力でぶつかっていきたいと思います。はい、ここでですね、本日欠席の入江茂弘選手からコメント届いております。年越しのタッグトーナメントでは、数年続けてすぐに脱落してしまい、いつも興行終了まで長い時間を後楽園で潰していました。でも今年はその心配はなさそうです。真下選手はとても心強いパートナーですし、正直優勝しか見えていません。でもここだけの話ですが、一番興奮して喜んでいたのは真下さんの大ファンの僕の母親翔子でした。
お母さんのためにも真下選手と力を合わせて4試合戦い抜いて優勝し、2017年を入江茂弘の年にしてみせます。こういうコメント届いております。はい、海援隊道場の真下健吾です。今年はですね、入江君という、去年と違って素晴らしいパートナーを、得ましたので、まあ1回戦泣いてこの2人とかはもう入江君の活力のみで、1人で勝ってくれるんじゃないかなと思ってるんで、今年はちょっと去年と違って本気で優勝を目指そうかなと思います。見た、俺にちなんだ、先祖の話をしたいと思います。私は、宮本優子、広島県出身、はい、対戦相手、ジョイライアン、アメリカ人、広島県のね、広島県を背負ってジョイライアンには負けたくないです。敵討ちをしたいと思います。私の、ばあちゃんの兄貴も、必ずあのね、隣の、今日来てないんですけど、グレート小塚クソジジイが、その敵をね、打つためにも必ずこの試合勝ちたいと思います。頑張れ小塚、国賊だぜ。いや、プロレスリングマスターの小高勇です。今年はタッグパートナーがシャッフルではありますが、ヤンキー一応検事として組めるということで、そしていい夫婦の日にタッグの記者会見ができるということで、今年は去年と違って非常にやりやすいと思いますので、去年は下県が僕の足を引っ張って途中で負けてしまったんで、下県これから下県っていうことも流行らせていきます。あいつ赤毛以上です。ありがとうございました。悪いやつだ。小鹿さん やっぱり死んだ。ライアン小鹿組両方とも欠席ということでコメントを読み上げさせていただきます。はい、まずジョイ・ライアンからのコメントです。It is a great honor and privilege to have the opportunity to complete in the New Year's Eve Wrestling Tag Team Tournament. I have a lot of respect for my tag team. 止めてもらっていいですか。いやいや、もうなんか嫌だなと思って自分の迫学を引き伸ばして長いよ。自分はできますって言いたいわけですよ。違いますよ。日本語でお願いします。和訳したの、ニューイヤーイブのタッグトーナメントに参戦する機会を与えられたことは、敬意を払うべきことだし誇りに思ってるぜ。グレート小鹿のことはとても尊敬しているぜ。彼は50年以上のプロレスキャリアを持ってるので、彼の知識と俺の若さでこのトーナメントを勝利したいと思ってるぜ。ちょっと長いからちょっと要約もしてもらっていいですか。はい、ちょっと中略して最後の方だけ、はい、しかしながら俺とグレート小鹿は対ヤンキー二丁拳銃の戦略を練って彼らに勝利する自信を持ってるぜ、セクシーだろうというコメントを頂いております。じゃあ小鹿からメッセージ来てます。読みます。小鹿さんからね、ジョイ・ライアンとは、ノルマンディー作戦の時から一緒ですと。彼の剛腕から繰り出される160キロの速球は誰もが打てないと思う。初めて映画で共演した時にメールをやり取りしたのがメグという名前だったのが不思議だが、
ライアン君には隣ないちょっと待ってライベルライアンみたいなノルマンディーからダニーって書いてこれえ何ちょっとタモリじゃないんだから赤塚不二夫だと思って読みました私はあなたの作品ですそうですね小塚後坂は小塚の作品ですもらってないんですよねもらってないです、はい、すいません、はい、ダニーって言ってました、はい、とにかくダニーって言ってました、はい、以上となりますあとシモケンには注目してくれてました シモケンにはもういいですよねはいシモケン入り始めちょっと入り始めたはい海援隊道場の吉田彩斗です自分と野村選手は、まあ、今大会一番若いタッグチームなんですけど、自分も今月の頭に海援隊道場のタッグベルトを巻きましたので、一若手としてではなく、チャンピオンとして堂々と戦ってしっかりと結果を残したいと思いますよろしくお願いします今あれでしょ下毛にいじめられるな下毛言うなはい、第4プロレスの野村拓也ですあの僕と吉田さんのチームはキャリア的には一番短いんですがあんまりキャリアを気にせず優勝を目指して頑張っていくので応援よろしくお願いしますはい、今回、初めて、黒潮イケメン二郎選手と、組ませていただきます、まあ、黒潮イケメン二郎選手は、普段、ジャケットを着て試合をしてますけど、まあ、自分はいつもこの肉体で肉体一つで試合をしてますので自分は、試合当日は、この肉体で自分の戦いをするだけですレッスルワンの黒潮イケメン二郎です今回初めて出るんですけれども、タッグパートナーの岡林選手とは何の絆も信頼関係もありませんゼロですだから岡林さんとりあえずこれ持ってくださいこれをどうしろって言うんですかそれ中ジャケット入ってるんでとりあえずそれだけちょっと持っていただいてさっきも言いましたけど僕は、こんなジャケット着ることもないし、だいたい横からこうやって渡すの失礼やろお前が片手でこうやって初対面でそんなもんなこんなもん切れるかお前オケ何すんだよおい何すんだよ何やったんや俺の命だよあ頭叩いたんだよ何やこれお前はじめまして誰がはじめましてこれお前おい何してくれてんだおいはじめ誰がハゲたほらお前おいちょっと降りやほらおいちょっと降りやほらハゲたほらお前ハゲたほら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 ハ何か質問などございましたらお願いいたします、まあ、今回、多くのチーム参加していますけども、警戒しているチームがあればちょっと、各チームで挙げていただきたいと思いますがお願いします警戒しているチーム注目しているチーム一番各チームで僕は全部ですね。もうこういう何これトーナメント自体が初めてなんで、でいろんな選手に当たれるということで、僕も本当に全員注目してます。特にないです。注目というか、ぜひ宮本優子には勝ってもらいたい。
さっきのコメント、ライアンのコメント聞いてると、あの多分要約すると、後楽園ホールにもう一発落とすっていうことだと思うんだよ、俺。危ねえ。危ねえよ。だから守ってくれないと困る。以上。自分はやっぱ1回戦に当たる真下選手と入江選手ですね。はい。自分はやっぱりヤンキー二丁拳銃が注目だと思います。自分はそうですね、グレート小鹿ですかね、はい、チームじゃないチーム小鹿ってますか。まずは、ジョイライアンに勝って、ね、小鹿とジョイライアンに勝って、それから若い2人を勝つか、まあ、岡林とイケメンジロー勝つか分かりませんが、着実にこう近い敵から、ライバル視していきたいと思います。山本さんの言う通りです。小鹿さん、小鹿さん、小鹿さん、喋って。魂だと来てしまう。小鹿さんの代わり、小鹿さんの代わりに戸田さんが小鹿さんの手紙を読み上げてくれますんで。絶対に俺は勝つ。アメリカ野郎なんかに負けてたまるか。いや、組むんだろう。俺の魂はまだ生きている。形はなくとも心は後楽園ホールの年越しにやってくるだろう。あまよ。ありがとうございました。その頃は来ないよな。携帯さんの幽霊じゃねえか、それ。一戦一戦大事に戦っていきたいので、まずは1回戦の、この2人を、しっかり倒したいと思います。初めて戦うっていう方も多いので、僕はあんまり気にせず、気にしてないです。気にされてねえよ。生きてたんですよ。すいません、ちょっと取り乱しました。試合当日は自分の戦いをしていきたいと思います。皆さん、応援よろしくお願いします。途中から来たから意味分かってねえんだよ。何戦いとんだろ、お前さん。一回おい、寝てんだよ。何だよ、ほらだ、いやボケ、お前こっち来るよ、ほら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 怒られた。お前からやるやから言って。怒られた。怒られた。やるやる。こっち来いよ、お前、これは。はい、ありがとうございました。では続きまして、トーナメントの組み合わせをお知らせいたします。トーナメント E ブロック1回戦、関本大輔原島組対樋口和貞宇都良久組。ちょっと F ブロック1回戦、曽谷学ぶ植木武之組対高木三四郎アブドーラ小林組。G ブロック1回戦、佐々木大輔佐藤優希組対青木敦橋本和樹組。
B 字ブロック1回戦、カズ林男色 D の組対上谷秀吉竹下幸之助組。レスロー各チームごとにトーナメントへの意気込みをお願いいたします。第4プロレスの関本大輔です。樋口、宇藤、この2人はよく名前を聞きます。宇藤選手はよく戦ってますので力は十分承知ですけど、樋口選手力でこの戦いを制したいと思います。よろしくお願いします。はい、DDT プロレスの原島です。樋口宇藤組は、自分は去年の年越しの、トーナメントでも1回戦で当たって、その時勝っているのでとこう余裕で言いたいんですけど、でも、この1年、彼らはねすごいこう試合経験積んで強くなってると思うんで、対戦するのを非常に、楽しみに思ってます。でも今回、ね、関本さんと、組むんで、かなり僕たちも強いんで、本当に、試合が楽しみです。はい、はい、DNA の樋口です。今回、宇藤さんとまた去年と一緒に、タッグチームで組んで、で1回戦関本選手、原島選手というわけなんですけども、非常に楽しみです。特に関本さんパワーで来るならこっちもパワーで返してやろうかなという気持ちであります。そしてですね、去年の年越しプロレスと一緒のタッグチームって多分自分と宇藤さんだとバラモン兄弟さんしかいないと思うんですよね。この意味をよく考えて何だろうなと思ったんですけど、まあ、期待されるのかなと思ったので、もう自分と宇藤さんでとにかく関本さん、原島さんを倒して波に乗っていきたいと思います。はい、第4プロレス、宇藤吉田です。今回また樋口さんと組ましてもらって年越しプロレス出ることを本当にありがたく思います。そして対戦相手の関本さん、原島さんは本当に両団体のエースの人たちでめちゃくちゃ強いとは思うんですけど、本当1回戦のこうさえ勝てればあとはもう勢いで全部いけると思うので、もう本当に勝つことだけを考えてどうにかして勝ちたいと思います。もう綺麗じゃなくてもいい、なんとしてでも勝ちたいと思います。頑張って応援よろしくお願いします。はい、レッスルワンの曽山と申します。今回ですね、この、年越しプロレス、今回このリーグ戦というのは初めてエントリーするんですけども、あれですね。トーナメント。あ、そうですね。トーナメントでしたね。そこはちょっと私も把握してなかったんですけども、トーナメントはですね、まず勝ち抜くと、まあ気持ちはリーグ戦でもトーナメントでも戦うことに関しては一緒だと思うんですよね。まあパートナーが植木選手ということでですね。いくつかやっぱ共通項があるかなと。確かに私そんなに体毛はないんですけども、ひげは本当に濃いんで、こっちはもう全身毛だらけ人間ということで、でも本当に毛量と気持ちでこのトーナメント勝ち抜きたいなと思っています。以上です。大日本プロレスの、大日本プロレス年越しプロレスの象徴、植木隆之です。今回はワイルドな曽谷さんと、そして大日本プロレス一ワイルドな植木隆之、この2人が組んだら間違いなく年越しプロレストーナメント1位は狙えると思います。そろそろ象徴としては1位取っていきたいと思いますので、そこのところよろしくお願いいたします。はい、続いて高木三四郎選手よりコメントが届いております。おい、そや植木、お前らこの年越しプロレスがどんなイベントなのか分かってるのか。俺はウルトラマンにさせられたり、小林さんもふんどし一丁にさせられたり、
ずっとひどい目に遭い続けているんだよ。10年間大晦日を家族と過ごせていないこの恨みをお前らに全てぶつけてやるからな。それに飛行機が飛ばなかったのもお前らのせいだ。なんで今日帰ってこれないんだ。それもこれも全部お前らのせいだ。この恨みもお前らに全部ぶつけてやる。特にそや、お前がこれまで経験したことのないような一生忘れられない大晦日にしてやるよ、コメントいただいております。まあ、高木さんもお怒りのようですけどね、やっぱこのね、全世界が注目する年越しプロレスということで、はい、まあ、プロレス界っていろんなキャラクターがいていいと思うんですよ。いろんなキャラクターがいていいと思うんですけどね。やっぱりね、ケムクジャラのキャラっていうのはね、正直汚らしいよ、君ら。汚らしい。キャラクターがなったら汚い。でも結構綺麗なやつ。キャラクタープロレス22年やってるものとして君らは正直許せないからね。ちょっと待って、来てるんですか。なんで来たんですか。ちょっと君らみたいなキャラクター許せないから。ちょっと待ってください。ああ、経歴22年のレスラーとして、はい、当日は先輩の人生も見せたと思います。いや、ちょっと待ってください。これあのこれ私じゃないですか。私じゃないですか。明治高井以上見せないってだけで以上です。ちょっと行くぞ。海援隊道場の佐藤由紀です。おい、年越しプロレス久しぶりだな。おい久しぶりすぎて俺が今何やってるか知らない奴もいると思うから教えてやるよ。俺はな、今ヒールやってんだよ。いいか、今をときめくカリスマと俺が組んだら何が起こるか分かんねえぞ。覚悟しとけよ。そうですね、私と佐藤先輩はこう見えて同期なので、他のチームよりはそれなりに絆はありますので、まずは1回戦、青木選手、橋本選手、ここには多分勝てると思うんで、まあここに勝って優勝できたらいいなと思います。はい、全日本プロレス青木敦史です。なんていうんですかね、久しぶりに、年越しプロレス出ることになります。多分これ2回目です。で、今、まあ対戦でも佐藤選手が俺はヒールやってるんだって言ってこっちにね、ちょっと矛先向けてきたんですけど、マイクを普通に渡されるっていうまあまあな状況だったんで、まあ多分優しいんだろうなと思ってます。なので試合ではもっと厳しく僕が教えてあげて。はい、では日本プロレスの橋本和樹です。当日は頑張りたいと思います。お願いします。はい、続いて、関西林男色 D の組両者とも欠席なので、はい、コメントをカズさんも、はい、お願いします。よろしいでしょうか。カズ、はい、林だぜ。言ってないですよね。書いてない。嘘はさすがに嘘はダメなんですね。正式なものを読みます。カズ林さんからです。男色 D のさんとは初タッグです。正直タッグとして機能するのか自分でも分かりません。 D のさんはいつもの D のさん、自分はいつもの自分、その中で何かが生まれたらと思います。プロレスは生き物です。その時に何かが起きてくれれば皆さん良い年を越せると思います。カズ林、はい、続いて男色 D のコメントです。カズ林さんとは初タッグです。正直カップルとして機能するのか自分でも分かりません。でもこの2人が組むのは運命としか言いようがありません。5月18日、カズ林と男色 D のが生まれた日。そう、2人は同じ誕生日なのです。12級でいうところのアルデバラン。そうよ、私たちは大牛座の男。沖の住むまで笑うがいいわ。あなたは遊びのつもりでも地獄の果てまでついていく。プロレスは生き物です。貴様らブロンドセイントなど我々ゴールデンボールセイントが蹴散らしてくれるわ。必殺のグレートホーンでなと、男色 D のさんから届いております。
大日本プロレスの上谷秀吉です。僕は竹下選手と年越しプロレスは、タッグを組んで出場するんですが、客観的に見て、僕と竹下選手のチームは多分おそらく優勝候補に上がるんではないかと自分では思っております。で、これが候補だけじゃなくて、僕と竹下選手はこれからのプロレス界の顔になっていかなくてはいけない存在だと思っているんで、必ず優勝してみます、見せます。 DDT プロレス竹下幸之介です。自分と上谷選手がこの強豪揃いの年越しタッグトーナメントで優勝しまして、僕たち2017年世代交代の幕開けにしたいと思います。よろしくお願いします。それでは、質疑応答に入りたいと思います。何か質問などございましたらお願いいたします。各、チームに挙げていただいたんですけども、注目しているチーム、もしくはライバルしているチーム、警戒しているチームなどがあれば教えてください。まず初戦を必ず原島さんと二人で勝ち抜いて優勝を目指します。はい、そうですね、とりあえず、目の前の敵を倒すだけですね。はい、そうですね、なんか去年も言ったと思うんですけど、この初戦が自分らの山場だと思いますので、はい、関本選手、原島選手を倒して、ね、そうすれば自分らが多分優勝すると思いますので、はい、頑張りたいと思います。この対戦でみんな3人とも初戦の相手です。僕も初戦の相手しか見えてないので、関本さん、原島さん、まだ一つくらいあるので、どんどん研究して穴を探して勝ちたいと思います。ですね、先ほどのコメントを聞いてですね、ディーノさんと林さんのチームなんですけども、林さんが本来の姿で、まあ、いつも通りやると、これプライベートの本来の姿を見せるのか、どこまで見せてくるのかっていう、ちょっと気になりましたね。やっぱ、まあ、林さんもね、女性だけじゃないですかね、好きなのは。ということにしときましょう。そうですね、違いますね、はい、私はその通りとは言い難いんですが、注目しているチームは、やっぱり、私と同じぐらい無駄毛の多いジョイ・ライアン選手、そしてやっぱもう生きているだけでワイルドっていう小鹿会長、この、両者は本当に、やばいですね、はい、はっきり言って、まあ、決勝まで登ってくればということなんですが、まあ、その両者は、要注意人物です。以上です。僕は女性が好きで男性には興味がないんで、はい、そういうこと言ったらさっきね結構そういうこと言ったら、ちょっと気になるね、どこまで出してくるのか、それは一応注目ですね、はい、いないから言いますけどせっかく年末の祭りなんで、そういうのちょっと僕も注目していきたいと思います。はい、すごいのもし次の日いなかったらさせてください、もう一回聞いたらどうしそうですね、まあヒールなんで、まあ反則とかするかもしれないけど、あの手この手ぐらいはちょっとレフェリーにも多めに見てもらって勝ち進んでいこうと思います。これって何でしたっけ、質問気になるチーム、気になるチーム、
気になるチーム、強いて言えば植木君かなって感じですね。そっちですか。理由は、理由、いや、なんか触れちゃいけないものみたいな、禁断の世界みたいな。まあ自分もあの目の前の相手をとりあえず勝てばいいかなと思ったんですけど、今日ちょっと回転に来て変わりましたね。気になる選手、宮本選手、それから、小鹿会長ですね。あの二人にはすごく、ちょっと今日の会見で気になりました。理由はここであんま言いませんけども、はい、元自衛官としてね、もう一人ね、はい、ハゲンのね、自衛官も元自衛官もいますし、はい、いや、ハゲ来ないでしょ、どっか帰ったでしょ、ハゲあんまりハゲって言うと本当に来るんじゃないです、本当に来るんじゃないです、ハゲはまずいです、ハゲは大丈夫です、僕はあのハゲの先輩なんで、ああ、上官だから、こっちの方が上官だから、いや、上官だからハゲって言っても大丈夫なんで、大丈夫、ハゲでも大丈夫、ハゲまずいっすよ、さすがに、ちょっと待って、俺がハゲって言ってない、あなたの上官がハゲって言ってるだけだから、上官の命令は絶対です。はい、ありがとうございます。ハゲ行った、ハゲ行った、ハゲ行った、ハゲが揃った、ハゲが揃った、はい、あの、小林さんを、丸め込んでしまう、僕は青木選手に注目したいと思います。ハゲ帰った。僕は、あえて注目するチームではなく、注目するのは僕タッグパートナーの竹下選手に注目して、そして僕はこの竹下選手と2人でお互いを競い合って、もっともっと強いチームにできればいいなと思います。今自分が考えていたコメントも全く上谷選手と同じで、ここはやっぱりお互いに引き合うものがあるのかなと思ったんで、お互い切磋琢磨して素晴らしい、タッグチームとして優勝したいと思います。よろしくお願いします。